ここは月光女子寮。ここには秘密結社月光に所属する女性スタッフが多数入居している。私の名はヘルコ。いい子にしてたか。死神王女ことマガハラデスミの愛病である。ご主人の名を聞けば震え上がる者も多いと聞くが、にわかには信じがたい話だ。家でのご主人は、この色似合うかな。それはそれは女子だからだ。口下手で繊細で寂しがり屋、ごく普通の女の子。恋愛ってどんな感じなんだろうな。私には関係ないか。職場で熊の生肉が好物だと噂されてた。そんな私に恋愛なんて。ある日の夜、ご主人が呆然として帰ってきた。私はとても心配した。しかしその日を境にご主人は魔法にかかったようによく笑うようになった。今日お前は鬼の化身だって言われたぞ。そんなわけないだろうに。マッチ一本火事のもと。どっちがいいかな。とにかく幸せそう。じゃあ留守番頼んだぞ。そして心なしか綺麗になった。じゃあな。一体何が起きたのかなんて、私はとっくに気づいている。いいか、間抜けな顔の男よ。ご主人を悲しい目に遭わせたらただじゃおかないぞ。